フライブルクにあるローゼンツバイクの記念碑、フランツ・ローゼンツバイクは、ドイツ生まれのユダヤ人哲学者。カッセルで、ドイツ文化に同化した、ユダヤ人家族に生まれた。ギムナジウムで学んだ後、ゲッティンゲン大学、ミュンヘン大学にて医学を学んだが、医学への関心は失せ、フライブルク大学にて、フリードリヒ・マイネッケの下で取れ奇襲学を、ハインリヒ・リッケルトの下で哲学を学んだ。 1912年にマイネッケの指導の下、ヘーゲルにおける政治哲学と歴史理論に関する博士論文を提出した。これは1920年の著書、ヘーゲルと国家第一部に対応するものである。博士論文を書き終えた頃を境にして、ローゼンツバイクはドイツ関連論に顕著である、近代西洋の合理主義哲学に疑問を抱くようになり、宗教に関心を移した。 しかし、当初研究したのは、ユダヤ教ではなく、キリスト教であったのだが、これは、自身が一時的ではあるが、キリスト教に改修しようとしていたことによる。しかし思いとどまり、1913年には、ユダヤ人として生きることを決意した。そのままベルリンにとどまり、1914年に、ユダヤ教学アカデミーで、ヘルマン公園の講義を聞いた。この時期のユダヤ思想研究は、 第一次世界大戦のために中断し、自ら志願して軍隊へ入り、はじめ看護師として動員され、次に、歌手官としてバルカン戦線へ動員される。1918年残豪の中で霊感体験を得て、それを綴ったものが後にまとめられたものが、1921年の主著救済の星である。戦争終了後、マイネッケは、ローゼンツバイクを、 大学教員にしようと働きかけたが、ローゼンツバイクはこれを拒否した。タルムード研究に集中しながら、1920年には、ユダヤ人教育のための機関自由、ユダヤ学者を設立した。この機関には、マルティン・ブーバー、ゲルショム、ショーレム、エイリヒ・フロム、レオ・レイベンタール、レオ・シュトラウス、カール・ライン・ホルトラ早々たる人物が講師として参加した。こうした、 研究の最中に筋縮性即作効果症を患い、1922年には書くことも話すこともままならない状態にまでなったが、妻の口述筆記などで執筆活動を続けた。さらに、ブーバーと共同でミクラーの新しいドイツ語訳に着手する。しかし、その壮大な計画の成就をローゼンツバイクは見ることなく、1929年に、 フランクフルトアムマインで亡くなった。今はの時、ローゼンツバイクは妻にしかわからないサインで、もう終わりが来る、眠りの中で本当に、主が現れてくださった。終わりが、と伝え、息を引き取った。ローゼンツバイクは、ヘーゲル哲学の批判的検討をした。ヘーゲル歴史哲学のキリスト教的イコール近代的、歴史、全体性の歴史を強く批判し、歴史とは有機体的な、 不完全な歴史であると主張した。ヘーゲル的歴史に外付けられた民族としての、ユダヤ民族を非時間性の歴史を持つ者として定義し、そこから救済の歴史、メシア的なものの歴史、非時間性の歴史を展開した。彼は二契約神学の主相者である。エイリプレゼンテーションをブローゼンゼワイン、エススターオブリデンプション。ありがとうございます。